ただいまよりウェルカムプログラムを開催いたします。どうぞ皆様ステージにご注目ください。開会までのひととき、下館工業高校ジャズバンド部皆さんの演奏をお楽しみいただきたいと思います。それではお願いいたします。下館工業高校ジャズバンド部プレンティーボックスジャズオーケストラでした。どうもありがとうございました。大会に先立ちまして、 RI 会長代理ご夫妻のご入場でございます。皆様ご起立の上、盛大な拍手でお迎えください。本大会のエイドは中村澄夫パストガバナにお願いしております。天章でございます。皆様ご起立をお願いいたします。国際ロータリー第2820地区新井和夫ガバナお願いいたします。皆さん、3年ぶりのフルスペックの地区大会でございます。どうぞお楽しみください。国歌斉唱でございます。まずはじめにネパール国歌をでございます。皆様ご拝聴ください。続きましてタイ王国国歌でございます。皆様ご拝聴ください。続きましてフィリピン共和国国歌でございます。ご拝聴ください。続きまして日本国国歌でございます。皆様心の中でご斉唱ください。続きまして奉仕のロータリーソング奉仕の理想でございます。
ここで今年度志半ばにてご逝去されました会員の皆様に哀悼の誠を捧げたいと存じます。洗いがばなお願いいたします。それでは個人のご活躍を忍び慎んで哀悼の誠を捧げたいと思います。黙祷。お直りください。ありがとうございました。次に参加者の皆様をご紹介申し上げます。まずはじめに RI 関係のご来賓をご紹介申し上げます。どうぞご起立ください。続きまして海外からお越しのご来賓の皆様をご紹介申し上げます。どうぞご起立をお願いいたします。続きまして同期ガバナーおよび地区外の皆様をご紹介申し上げます。スクリーンご注目くださいませ。ご起立をお願いいたします。ありがとうございました。次に地区内のパストガバナーガバナーエレクトガバナーノミニーをご紹介申し上げます。スクリーンにご注目ください。どうぞご起立ください。ここで参加クラブをご紹介申し上げます。ガバナー補佐の皆様どうぞご入場ください。それではまずはじめに第1分区をご紹介申し上げます。鈴木実ガバナー補佐お願いいたします。それでは紹介いたします。第一分区はですね、全部で7クラブございまして、千の根主前会長、そして鈴木和江、幹事率います北茨城ロータリークラブです。はい、続きまして鈴木直人会長、そして小森雄一幹事率います高萩ロータリークラブの皆さんです。はい、八木健二会長、橋本なる幹事率います日立ロータリークラブの皆さんです。
続きまして野戸秀樹会長、宇野孝則幹事率います日立北ロータリークラブの皆さんです。続きまして荒川博信会長、小笠原邦博幹事率います日立南ロータリークラブの皆さんです。続きまして佐藤俊和会長、小沢博康幹事率います日立中央ロータリークラブの皆さんです。最後に佐藤邦博会長、菅原光夫幹事率います日立港ロータリークラブの皆さんです。続きまして第二分区のご紹介を申し上げます。伊藤浩二ガバナー補佐お願いいたします。はい、では紹介申し上げます。第二分区は7クラブで構成されておりまして、第二分区で、歴史のあるというか、年輪の一番多い、根本会長金子幹事率いる中港ロータリークラブです。ありがとうございます。石川会長、塩原幹事率いる日立太田ロータリークラブでございます。ようこそ。根田会長、杉幹事率いる第五ロータリークラブでございます。ようこそ。田山会長、土子幹事率いる大洗ロータリークラブでございます。ありがとうございます。大津会長、栃木幹事率いる勝太郎ロータリークラブ、いらっしゃいました。あ、ごめんなさい、手振ったもん、失礼しました。石井会長、島田幹事率いる東海中ロータリークラブでございます。鈴木会長、大曽根幹事率いる日立中ロータリークラブでございます。ありがとうございました。以上でございます。続きまして第三分区をご紹介申し上げます。大木清美ガバナー補佐お願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました第三分区ガバナー補佐大木でございます。会長の皆さん元気よく登壇ください。岡崎圭一郎会長、白田玲二幹事をリーダーに水戸ロータリークラブの皆さん、続きまして海老原元彦会長、稲見仁志幹事をリーダーに笠間ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。続きまして石川豊会長、田上聡幹事をリーダーに水戸西ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。続きまして篠原勉会長、石川博一幹事をリーダーに水戸南ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。続きまして、小沼重文会長、遠藤明幹事をリーダーに友部ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。続きまして木内陽一会長、青木健一幹事をリーダーに水戸東ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。続きまして永田美智子会長、友田美和幹事をリーダーに水戸公文ロータリークラブの皆さん、はい、ありがとうございます。大沢和重会長、岡田明幹事をリーダーに水戸桜ロータリークラブの皆さん、はい、元気にありがとうございます。以上第三分区のクラブ紹介でございました。ありがとうございます。続きまして第四分区をご紹介申し上げます。野村俊夫ガバナー補佐お願いいたします。第4分区の会長さん、ご登壇お願いします。
栄ロータリークラブ菅間会長山田幹事率います。皆さん方です、よろしくお願いします。染谷会長針ヶ谷幹事率います岩井ロータリークラブの皆さんです。砂川会長田口幹事率います古賀東ロータリークラブの皆さんです。小林会長そして土田幹事率います古賀中央ロータリークラブの皆さんです。そして私の指針クラブであります坪野会長町田幹事率います古賀ロータリークラブの皆さんです。ありがとうございました。続きまして第6分区をご紹介申し上げます。雨宮敦史ガバナ補佐お願いいたします。それでは第6分区の会長さんは壇上に上がってください。最初に石岡ロータリークラブ牛尾田会長それから須賀田幹事が率いる石岡ロータリークラブです。石岡ロータリークラブのさん。続いて鶴田会長中島幹事率いる土浦ロータリークラブの皆さん。福田会長高野幹事率いる土浦南ロータリークラブの皆さん。中野会長中田幹事率いる筑波学園ロータリークラブの皆さん。中村会長竹内幹事率いる石岡87ロータリークラブの皆さん。宮本会長飯島幹事率いる土浦中央ロータリークラブの皆さん。土野会長宮本幹事率いる筑波シティロータリークラブの皆さん。杉山会長瀬田幹事率いる阿弥ロータリークラブの皆さん。最後に私の所属クラブであります宮田会長中山幹事が率いる筑波サンライズの皆さん。以上です。ありがとうございました。続きまして第7分区をご紹介申し上げます。根本清美ガバナー補佐お願いいたします。おはようございます。それでは第7分区の皆さん方をご紹介をいたしたいと思います。まず会長さん前の方へご参集いただければ大変ありがとうございます。それではご紹介申し上げます。まず諸岡会長伊藤幹事率いる龍ヶ崎ロータリークラブ。今日は制服で参加いただきましてありがとうございます。倉持会長鈴木幹事率いる三津街道ロータリークラブ。続きまして伊藤会長三枝幹事率いるトリレーロータリークラブ。遠藤会長橋本幹事の率いる森屋ロータリークラブ。増山会長川上幹事率いる龍ヶ崎中央ロータリークラブ。私所属する大戸会長高橋幹事率いる牛久ロータリークラブ。第7分区以上でございます。ありがとうございました。続きまして第8分区をご紹介申し上げます。鬼沢康平ガバナー補佐お願いいたします。第8分区ガバナー補佐の鬼沢でございます。
会長さん前の方にお願いをいたします。それではご紹介させていただきます。岩井会長、紅林幹事引き入ります鹿島臨海ロータリークラブの皆さんです。続きまして宮内会長、坂本幹事引き入ります。玉造りロータリークラブの皆さんです。続きまして高橋会長、安藤幹事引き入ります。波佐木ロータリークラブの皆さんです。続きまして内野会長、野口幹事引き入ります。鹿島中央ロータリークラブの皆さんでございます。最後に私のクラブでございます。荒野会長、鬼沢幹事引き入れます。鉾田ロータリークラブの皆さんです。以上で第8分区のロータリークラブのクラブの紹介とさせていただきます。ありがとうございました。最後はホストクラブが所属いたします第5分区をご紹介申し上げます。斉藤明ガバナー補佐お願いいたします。はい、おはようございます。最後になります。第5分区はガバナー輩出の分区になります。そうしまして、ガバナー輩出のクラブ、牛尾田会長、宮田幹事率います下館ロータリークラブの皆様です。続きまして、風の会長、石田幹事率います真壁ロータリークラブの皆様です。続きまして、大島会長、井上幹事率います下妻ロータリークラブでございます。続きまして新井会長、高田幹事率います下館止水ロータリークラブでございます。続きまして野寺会長、坂入幹事率います筑西絹ロータリークラブの皆様です。はい、ありがとうございます。続きまして金子会長、三城幹事率います岩瀬ロータリークラブの皆様です。小沢会長、松本幹事率います有機ロータリークラブでございます。はい、ご分布以上になります。ありがとうございました。それでは歓迎の言葉を申し上げます。牛尾田武彦下館ロータリークラブ会長、お願いいたします。皆様おはようございます。国際ロータリー第2820地区2021から22年度地区大会開催にあたりまして、ホストクラブ、クラブを代表しまして、歓迎のご挨拶を述べさせていただきます。シェカールメタ RI 会長のテーマ、サーブトゥーチェンジライブズ、奉仕をしよう、みんなの人生を豊かにするために、そして、アライガバナーの、地区スローガンであります、シンクグローバリーアクトローカリー、地球の未来を思い、地域社会に貢献しましょうというスローガンを念頭に置きまして、今年度は2820地区、ロータリアンが 一丸となりまして、9月12日に、ロータリー奉仕デーとして、地球環境保全グローバルプロジェクトを、池田直前ガバナーの思いを受け継ぎまして、RI 会長の協力のもと、全世界に向けて、当地区から発信されました。非常に記念すべき年度となりました。最後に、本大会が皆様の、今後のロータリー活動の糧となり、実のみある大会になることを記念しまして、歓迎のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
塩田会長より歓迎の言葉でございました。ここでご挨拶を頂戴いたします。今大会のコホストクラブでございます下館市水ロータリークラブの名誉会員でもございます衆議院議員田所義則様でございます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました田所義則でございます。今日は3年ぶりのこのリアルな地区大会だということでございますけれども、本当に盛大に開催をされましてよかったなというふうに思っております。コロナ禍も一定程度感染拡大が収まってまいりまして、なんとか収束への道筋をつけたいと思っておりますけれども、その力になるそういう大会にしていただきたい、成功していただきたいなというふうに思っているわけでございます。荒井会長を中心にしましてですね、大いにまた今日国際ロータリーの幹部の皆さんおいででございます。このリードで今日は奉仕のパワーを感じました。さらにですね、皆さんが活躍をされて素晴らしい世界に実現にですね向かってご尽力されますように心より願いまして挨拶にさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。どうもありがとうございます。田所様ありがとうございました。次に RI 理事よりご挨拶を頂戴いたします。辰野勝彦 RI 理事お願いいたします。皆様おはようございます。私は一昨年の7月から今年の6月までの2年間国際ロータリー理事を仰せつかっております第2750地区東京西ロータリークラブの辰野勝彦でございます。先月4月の第1週はエヴァンストンで荒井理事会、第2週はシカゴで規定審議会とインパーソンで出席してまいりました。規定審議会につきましては、木地区代表の高橋健吾パストガバナーから報告があったかもしれませんが、今日お時間も少しいただきましたので、大事なところ、私からも報告をさせていただきます。規定審議会、カウンセル・オン・レジスレーション、これはもう COL と言ってますので、あとは COL と言いますが、世界から85の制定案が提案され、うち22は日本からの提案でありました。85の提案のうち27の制定案が採択をされまして、その27のうち日本からの提案は7つありました。もう一点、申し上げたいことは、荒井和夫ガバナーが率先推進されておられます海洋清掃事業についてであります。北太平洋上にはプラスチック、その他のゴミくずなど8万7千トン以上もの浮遊残骸が集まった巨大なゴミの渦があり、この残骸の集積体は太平洋ゴミベルトと言われております。浮遊するゴミは海中の有害汚染物質を吸収し、その有害物質を含むプラスチック片などを魚など海洋生物が食べる、その魚などを人間が食べれば、私たちは有害化学物質の微粒子を摂取することになります。恐ろしいことであります。海岸清掃事業は単に海岸の美化だけでなく、この海洋汚染の現状を目の当たりにすることによって、その恐ろしさの啓蒙につながり、実に意義ある活動であります。日本国内のみならず、全世界に広げていく事業であると私も思います。荒井ガバナーの行動力に大いに期待をいたしまして、海岸清掃事業が一層広がりを見せ、海洋汚染の恐ろしさを皆が知り、海洋汚染が減っていき、いつかはなくなることを念願をいたしまして、私の方からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
初の新井理事、ありがとうございました。次にガバナーよりご挨拶を申し上げます。新井ガバナー、お願いいたします。地区内からたくさんご参加いただきましたロータリアンの皆さん、3年ぶりにフルスペックの地区大会となりました。長引くコロナ禍の中でですね、なかなか本当の地区の役割っていうのは各クラブの活動を支援するところにありますが、各クラブにおいてもなかなか自分たちの活動が思うようにいかないここ数年だったと思うんですね。そうした中で僭越ではございますが、地区が主導してグローバルなプロジェクトを展開させていただいたわけでございます。結果的に世界中から245団体、3万2000人を超える方々が、世界中のロータリークラブが昨年の9月12日、同じ日にそれぞれの国のそれぞれの地域で市民とともに海岸を清掃するというプロジェクトが成功に至ったわけでございます。もちろんこれは地区内55クラブ、皆さんのもともと池田年度から始めた池田さんが主導して、ニューイヤーズミーティングで取り上げた茨城海岸美化プロジェクト、ここがスタートの原点でございました。私はそうした中で、これはもしかしたら世界中のロータリーが協力すれば大きなプロジェクトができるんじゃないかなということで、グローバルに展開させていただいた次第でございます。これは地区内の皆さんの協力のほか、今日たくさんご参加いただいております国内34地区の同期ガバナーの皆さんのチームジャパンの力がなかったらできなかったことでございます。そしてシェカールメタ RI 会長、今日ご参加いただいている辰野理事、そして私がガバナーになるまでいろいろ教育をしていただいた、ご参加いただいているロータリーコーディネーターの皆さん、今日たくさん参加していただいておりますが、こういった方々のご指導がなければ実現できなかったことでございます。でもこれがロータリーのマジックだと思うんですよね。グローバルな組織で世界中に同じようなロータリークラブがたくさんある、130万人を目指してますが、まあ、今120万人のロータリアンが世界中にいると、みんな同じ価値を共有して同じことを目指せばこんなことができるんだということを示すことができた年度になったというふうに思っている次第でございます。今日はコーホストクラブの名誉会員として田所義則衆議院議員に来ていただきましてですね、今日はこの後奉仕の祭りでウクライナの支援の話もさせていただきますが、今田所先生も国家の安全保障の先頭に立って大変重要なポジションにいらっしゃいます。これは何としてでも日本の国民の生命財産を守っていただくために重要な仕事をしていただかなきゃいけないということでございます。同時に我々グローバル組織のロータリアンとしては、人間の安全保障という立場からそれぞれの国で戦争のもとになっていくようなことをですね、一つずつ芽を摘んでいくという積極的平和という言い方を国際協議会ではされたようでございますが、そちらの方に力を入れていくということが必要なんだろうなというふうに思っている次第でございます。これからその奉仕の祭りにおいて、我々がこの1年で行ってきた3つの事業についてお祭りをさせていただきたいというふうに思っております。これを成功に導いていただきました今日ご参加の皆様方のますますのご活躍ご健勝をお祈りいたしまして、挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ここで大会決議案を採択させていただきます。新井ガバナーお願いいたします。引き続きまして大会決議案についてお諮り申し上げます。昨日の会長幹事会におきまして、皆さんのお手元のプログラムの中の35ページから37ページにわたりまして、大会決議案を提案させていただき、お諮りいたしましたところ、会長幹事さんの皆様には、満場一致で採択をいただいたところでございます。今日は参加の地区内会員の皆様にお諮りいたします。朝からこちらはお読みいただいていると思いますので、一括で審議をお願いしたいと思います。この地区大会決議案、この通り、提案させていただきます。賛成いただける方は拍手を持って承認をお願いいたします。はい、多数の拍手。
ありがとうございます。では、この、大会決議案は原案のとおり採択させていただきます。どうもありがとうございました。ここで、アライガバナ代理をご紹介申し上げます。アライガバナ、お願いいたします。それでは RI 会長代理、ネパールから3292地区からいらっしゃいました、われわれ2820地区の友好地区でもございます、ネパールですね、キラン・ラル・シュレスタさんをご紹介申し上げます。キランさんとは池田さんと藤井さんと同行していただきまして、キランさんのエイドをしていただいている中村澄夫パストガバナーが同期のガバナーになります。2020年の2月、3292地区ネパールの地区大会におきまして、我々、が現地に行きまして、2820地区と3292地区の友好地区の締結をさせていただいたという関係でございます。今年度も今、進行中のグローバル補助金プロジェクト、ネパールでたくさんやっておりますが、そうしたプロジェクトの取り次ぎ、それから現地での活動を主導している方でございます。それでは今日から昨日からですね、会長代理として来ていただいてますので、よろしくお願いいたします。次に RI 会長代理より RI 会長メッセージ並びに RI の現況報告をいただきます。キランナルシレスタ RI 会長代理、お願いいたします。元気ですか？こんにちは。ナマステイ。ナマステイ。ら、ये समय दिनु गएकोमा म डिस्ट्रिक्ट 28 20 र सम्पूर्ण साथीहरुलाई शुभकामना, कन्फ्रेन्स को सफलता को कामना र आरआई प्रेसिडेन्ट शेखर र राशि म र मेरो श्रीमती गीता र सम्पूर्ण हाम्रो टिमबाट तपाईहरुलाई बधाई दिदै मेरो भनाई यही अन्त गर्दछु। この地区2820を盛大に行われたこと、国際ロータリー会長セイカールメーターさんで妻でいらっしゃるラーシーメーターさん、そして私と私の妻ギタより祝福をありがとうします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では皆さん、いよいよ奉仕の祭りでございます。今日の奉仕の祭り、全部で3テーマございます。1つ目は池田年度から始まってグローバルに広がった海岸の清掃のプロジェクトになります。オープニングを務めるのは日立中央ロータリークラブの黒羽会員によるギター演奏になります。では黒羽会員、どうぞご登場ください。
クロクロ。Thank you, thank you, thank you。一言言うなんか。大丈夫です。大丈夫。はい。ありがとうございました、皆さん。はい。今背景の映像でね、9月12日に何が起こってたのか、まだまだ続きますよ。これからウクライナの海岸でもやりましたんで、ずっと続きますけど、これをやってくれた、我々がやったチームジャパンのみんな、ステージ上にどうぞ。私が説明するよりも三浦議長が説明した方がよっぽど上手に説明できるんでね、今日もそのパターンでお願いしたいと思います。新井さんに呼び出されまして、辰野理事と2人で、茨城に大洗の地にお邪魔をさせていただきました。その席で、初めてこう海岸清掃というものについてのご提案がございました。で、海岸清掃と申しますと、もちろん日本は島国ですから、すべてが海に囲まれているということになります。で、茨城の海岸を清掃するんだ、こういうお話がございました。全く身近なところにあるものからまずスタートしていく、それを市民が、そしてロータリークラブの皆様方が挙げて、米山の方たちも、あるいは米山学友の方たちも、アクトの方たちも、みんなでそれを清掃しようというふうな話に広がってまいりました。今や世界各国でそういう運動が起こりました。今後とも皆さん方のご賛同をいただいて、そしてご協力をいただいて、素晴らしい事業に RI でも取り上げていただいておりますので、今後これ以上素晴らしい事業に成長することを心からご祈念を申し上げまして、ご説明とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。そして世界中に何で広まったかというと、専用のホームページを作って英語でエントリーできるようにして、活動報告できるような仕組みを作ったから、そういうことになったわけですね。たった1ヶ月の間に245団体3万2千人の参加ですよ。これを実現してくれたのは2600地区、残念ながら地区大会ができないでがっかりしている桑沢ガバナーなんです。はい、じゃあどうぞ。一言どうぞ。ご紹介いただきました2600地区の桑沢でございます。もともと新井さん、もう世界中にネットワークがあってですね、お知り合いがたくさんいらして、で SNS を通じてコンタクトを取りながら少しずつやろうとお考えになってたんですね。ところがやはりそれだと限界がありますので、そこから広げるためにはやっぱりホームページ作った方がいいよっていうアドバイスをさせていただいて、そして、たまたま私が自分で簡単なホームページを作れたもんですから、じゃあ新井さんどういうふうに作りたいんだ、ああだこうだって、英語はどうするんだっていう話をもう2人でこうやり取りができるもんですから、もうその場でポンポンポンとできてしまってですね、だから世界中からそういう報告が自動的に上がってくるんですね。そういう仕組みをうまく作れたもんですから、私一人の力ではなくて、もちろん新井さんの背景があって、またここにいるガバナー仲間がですね、みんなで結束してですね、いろんなアイデアを出し合って、このようなことが実現できたというふうに思っております。本当に私もいい経験をさせていただいて、新井さんには、ね、感謝をしております。また皆さんにも本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。で34地区ね、ほとんどのガバナーがうちはやるよ、必ずやるよって言ってくれたのにね、ずっと最後まで黙ってたのが北海道のね、漆崎さん。ところが一番最初に報告、網走ロータリークラブがオホーツク海の掃除をしてくれたって報告してくれたのが漆崎さんなんですよ。皆さん、このプロジェクトは新井ガバナーの第一声から始まりました。で、ガバナーが先に真っ先に言った時に、さあそれはオールジャパンでやろうと言ったのが、私たちの同期の仲間の34名のガバナーであります。そして新井ガバナーがその時にシェカールメーター会長に連絡をして、世界でやろうという発想ですぐ実行に移したというのが行動力の素晴らしさであります。これからもぜひ一つその行動力でこのプロジェクトをですね、地球の全人類のために進めていただければ、私たちも協力したいと思ってます。ありがとうございます。今私が言ったところから始めたと言いましたけど、大元は池田ガバナーが始めた。はいはいはい、池田さん、こっち。茨城の海岸やろうって言ったのはこの池田さんです。そういう調子に乗って私は世界中でやろうって言ったのは私です。7つ目のあれですね、
ロータリーの7つ目 の, あの私の夢だったのか環境問題について本当に皆さんのおかげでこんなに私はもう茨城県だけで十分だと思ったのが新井さんのおかげで世界中にまで、言いました。本当に感謝をしております。ありがとうございます。それではここでプロジェクトに対しての表彰を行います。世界のメーター新井会長より第2820地区並びにチームジャパンに対して贈られます。本日は新井会長代理より新井ガバナー並びにチームジャパン代表いたしまして三浦新一ガバナー会議長にお渡しいたします。キラン・ラル・シェレスタ RI 会長代理どうぞステージにご登壇ください。The best governor of the world declared by RI President Shekhar Mehta for the Rotary Day serviceIn Rotary International. Congratulations. Yes, thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you very much. Congratulations, Chief Japan, Chief Miura-san, for the best project coordinator. はい、会長代理ありがとうございました。そしてティームジャパンの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。茨城県国際交流協会に対し記念事業の目録の贈呈でございます。茨城県の国際交流のためにお役立てください。はい、ありがとうございます。目録の贈呈に続きまして茨城県より当地区に感謝状がございます。感謝状、国際ロータリー第2820地区殿、あなたは多年にわたり公益財団法人茨城県国際交流協会へ多額の常財を寄付され本県の国際交流の促進に多大な貢献をされました。よってそのご厚情に対し深く感謝の意を表します。令和4年5月8日、茨城県知事大井川和彦。ありがとうございます。副知事よりご挨拶を頂戴したいと思います。皆さんこんにちは、副知事の正前でございます。本日は大井川知事が所要のため出席できませんので、知事に代わり、一言ご挨拶申し上げます。皆様から毎年、知事が会長を務める本県の国際交流協会宛てにご寄付をいただいておりますほか、県や市町村に対し、コロナ禍で不足する医療用資機材や感染拡大防止のための寄付金をいただくなど、本県の感染症対策にも多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。国際ロータリー第2820地区におかれましては、新井ガバナーが中心となり、国内外で3万人を超える方々が海岸清掃に参加された、ロータリー地球環境保全プロジェクトを実施されるとともに、県内で学ぶ留学生の支援など、さまざまな活動を展開されてますことは、誠に心強い限りであります。結びに、国際ロータリー第2820地区のますますのご発展、並びにご参会の皆様方のご健勝、ご活躍をお祈りいたしまして、お祝いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。それではお祭りの続きに入らせていただきます。グローバル防災教育プロジェクトでございます。藤井秀一ファーストガバナーよりご報告させていただきます。どうぞステージにご登壇ください。皆さんこんにちは。日立ロータリークラブの藤井翔一でございます。ただいまご案内ありました通り、グローバル、防災教育プロジェクトについて、報告せよということで必死になってその英語版の仙台版防災教育をネパール版に訳しました。でそれを完結した挙句、2017年ぐらいになったんですけども
随所で教育を行うということで、それが定着してまいりまして、現在ネパールではそれが国定の教科書になっておりますし、国連のですね、登録資料にもなっているということで、少しではありますが、着実に災害防止が進んでいるというふうに思っておったわけです。ところがあるときに、2019年なんですが、カスタマンタップの郊外にある学校から、災害のですね、デモンストレーションをやるから、ぜひ見に来てくれという案内がありまして、当然、今、名前を挙げた日本側の人はもちろんですが、カスタマンタップロータリークラブに行きました。ある学校で地震が起きて、それに生徒がどういうふうに対応して、どんなときに避難をして、誰が救急車や救急処置をしたかというようなことまで、もう真面目にですね、真剣な顔をしてですね、生徒が取り組んでくれました。一糸乱れぬ動きでですね、正直に申せば、いやよく短期間でここまで習得したなという印象があったんですが、それよりも先にですね、ちょっと待てよと、こんなにできすぎじゃないのと、こんなに理路整然と何も怪我する人もいなくて、こんなにスー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 行くっていうのはおかしいと。で、何が足らないかというと、当時の流行り言葉で言いますと、レジリエンスです。いわゆる復元力というような要素がですね、教育されてないと。今流で言えば、イクオリティでない方です。エクイティです。エクイティっていう面が省略されているか届いてないという思いがありました。ぜひ防災教育につきましてもですね、取り組んでいきたいと思いますので、特段のご理解とご協力を賜りたいということであります。時間の都合がありますので、これで終わりにします。ありがとうございます。藤井パストガバナー、ありがとうございました。それではここで、このプロジェクトに対しての表彰を行います。それでは記念撮影も行っていただきます。どうぞマスクをお外しください。それでは次にガバナーよりウクライナ人道支援報告をお願いいたします。はい、それでは3つ目の方針の報告でございます。実は9月12日昨年ですね、ウクライナの我々の同期ガバナーはボンダレンコさんと言いますが、そこは黒海やドニエプル川の掃除を同じ日にやってくれました。そして戦争が始まったのは2月24日でしたね。朝5時から空爆が始まったという連絡がありました。そしてすぐ SOS が来たわけです。ということで、いち早くこの地区は皆さんに募金をお願いしました。そしたらたくさんの錠剤が集まったものですから、2232地区、ウクライナボンダレンコガバナーのところに送金させていただいて、ウクライナ国内の生活支援物資配給所を運営させていただいております。ボンダレンコさんが送ってきてくれた映像がありますので、まずそちらをご覧ください。ちょっと悲惨な映像もありますが、真実でございますので、どうぞご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。我々2820地区が送った支援金は、現地の生活物資配給所でですね、子どもたちの援助を担当させていただいております。皆さんからたくさんいただいた寄付がちゃんとこのように活用されていることを報告させていただきまして、ウクライナの報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。ここで筑西市に対しまして、記念事業の目録の贈呈でございます。まずは目録の贈呈でございます。
筑西市発展のためにご活用くださいませ。はい、はい、大丈夫ですか。よろしくお願いします。そして筑西市より当地区に対しまして感謝状がございます。筑西市からありがとう感謝状。国際ロータリー第2820地区殿、機会は当市社会福祉事業に多大な貢献をされました。よってその功績を称え、ここに深く感謝の意を表します。令和4年5月8日筑西市長としてどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして須藤市長よりご挨拶を賜りたいと存じます。須藤市長よろしくお願いいたします。はい、皆様改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました筑西市長の須藤でございます。本日は国際ロータリー2820地区の大会、このように最大に開催されますことを心よりお喜びを申し上げ次第でございます。ただいまご頂戴をいただきまして、福祉行政に使わせていただきます。本当にありがとうございます。今後ともですね、皆様方がご健勝にて2820地区の皆様、そして関係者の皆様がお幸せで、そして世界が幸せ平和になるようにご祈念申し上げて、挨拶にさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして日本ボーイスカウト茨城県連盟に対し記念事業の目録の贈呈でございます。関正樹日本ボーイスカウト茨城県連盟長にお受け取りを願います。新井がばなお願いいたします。今日はお忙しいところありがとうございます。ボーイスカウトのためにお役立てくださいませ。はい、ここで日本ボーイスカウト茨城県連盟より同地区に対して感謝状の贈呈がございます。新井がばなにお受け取り願います。感謝状、国際ロータリー第2820地区ガバナ新井和雄殿。この度国際ロータリー第2820地区はボーイスカウト運動に深い理解を寄せられ、当連盟の活動に対して多大なご意思をいただきました。深く感謝の意を表します。令和4年5月8日日本ボーイスカウト茨城県連盟関正樹、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして関正樹茨城県連盟長よりご祝辞を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんにちは。ご紹介いただきました日本ボーイスカウト茨城県連盟の関でございます。本日は本当にこのように各も盛大に国際ロータリー2820地区の地区大会がご開催されましたこと、ここより心よりお喜び申し上げます。本日ご頂戴いたしましたお心のこもった助成金は、その野外活動並びにリーダーシップ研修に使わせていただき、またそのご報告を皆さんにお示ししたいと考えております。本当にありがとうございました。結びに国際ロータリー第2820地区のますますのご発展と、今日お集まりの皆様のご健勝を心からお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。本日は本当におめでとうございました。ではここで祝電のご披露をさせていただきます。木地区大会のご成功を祈り、日頃のロータリー米山記念小学会へのご援助を感謝申し上げます。公益財団法人ロータリー米山記念小学会理事長若林則夫様より頂戴いたしました。このほか多くの方々より祝電を頂戴しております。ありがとうございました。続きまして記念品の贈呈を行います。まずはじめに直前側に対し感謝状と記念品の贈呈を行います。
池田正純直前ガバナーご夫妻、ステージ中央にお進みくださいませ。新井ガバナーご夫妻、ステージ中央にお願いいたします。感謝状をお渡しします。直前地区ガバナー牛久ロータリークラブ池田正純殿、あなたは2020-2021年度地区ガバナーとして、その経験と見識を十分に駆使され、地区発展のため多大な貢献をされました。よってその功績をたたえ記念品を贈り、新人なる感謝の意を表します。ガバナー新井和夫、ありがとうございます。花束も受け取りいただきました。続きまして、宮本武則直前地区幹事に対し感謝状と記念品の贈呈を行います。宮本武則直前地区幹事、ステージ中央にご登壇ください。新井ガバナーお願いいたします。感謝状を送ります。直前地区幹事牛久ロータリークラブ宮本武則殿、あなたは2020-21年度地区幹事としてガバナーをよく補佐し、地区の円滑な運営と発展に寄与されました。よってその功績をたたえ記念品を贈り、新人なる感謝の意を表します。ガバナー新井和夫、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、園部雅彦直前地区会計長に対し感謝状と記念品の贈呈を行います。園部雅彦直前地区会計長、どうぞご登壇ください。感謝状、直前地区会計長牛久ロータリークラブ園部雅彦殿、あなたは2020-21年度地区会計長としてガバナーをよく補佐し、地区の円滑な運営と発展に寄与されました。よってその功績をたたえ記念品を贈り、新人なる感謝の意を表します。ガバナー新井和夫、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでガバナーエレクトよりご挨拶をお願いいたします。大野春夫ガバナーエレクト、お願いいたします。紹介があるのかと思いましたんですが、残念ながら司会者の方からしかありませんでした。改めまして、エレクトの大野でございます。よろしくお願いします。今日この新井年度の地区大会が終わりまして、後にこのガバナー期というものが私に引き継がれます。そうするといよいよ大野年度のスタートかというふうに思っております。スタッフがね、力強いバックアップをしてくれると思っておりますので、それに応えられるように自分なりに自分の殻を出して一生懸命努めていきたいというふうに思います。皆様のお力添えよろしくお願いいたします。続きまして、ガバナー旗及びロータリー号のキーの引き継ぎを行います。じゃあ旗の引き継ぎをします。全力で応援しますから頑張っていきましょう。はい、危ねえ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 。本当は新井さんと仲いいんですよ。ロータリー号キー引き渡します。ウクライナのリボンついてます。爆弾落ちないように気をつけてください。はい、はい、ここでガバナーノミニーをご紹介申し上げます。改めまして、新井ガバナーお願いいたします。それではガバナーノミニーのご紹介をさせていただきます。ガバナーノミニーは大久保博之さんでございます。水戸ロータリークラブでございます。1953年4月15日にお生まれになられました。職業はリリーアカデミーグループの代表をされております。現在水戸商工会議所の会頭でもいらっしゃいます。ロータリー歴としましては1996年1月に水戸ロータリークラブに入会されております。2009年2010年度に水戸ロータリークラブの会長を
やられております。そして、2020年、21年度、ガバナーのみにデジグネート、2021年、22年度にガバナーのみに就任されております。大久保博之さんのプロフィールをご紹介させていただきました。続きまして、ガバナーのみによりご挨拶をいただきます。大久保博之ガバナーのみにお願いいたします。皆さんこんにちは。水戸の話で恐縮ですが、昨年内藤会長の下で水戸ロータリークラブ70周年を迎えました。70周年を迎えたところでガバナー号という話が突然降って湧いてまいりまして、私、井上パストから比べると数えると15年目のガバナー、水戸からのガバナーということになります。また水戸からは7人目のガバナーということになります。高原助さんと、幹事であります高原、助さん、それから増山会計庁予定者の角さんと、それから、高沢ロータリーの友委員の風車の屋敷ですかね、その3人引き連れてですね、各クラブを訪問させていただきたいと思っております。水戸駅の 南口にテラスザガーデンというホテルがありますが、そちらに事務所がオープンしますので、どうぞ駅から近いので、お立ち寄りいただきたいというふうに思います。新井ガバナーの精神を引き継いで頑張ってまいります。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。続きまして、ガバナーのみにデジグネートをご紹介申し上げます。新井ガバナーお願いいたします。続きまして、ガバナーのみにデジグネートのご紹介をさせていただきます。高萩ロータリークラブの大高志郎さんでございます。1952年8月31日のお生まれでございます。職業は有限会社大高和商会の代表取締役でございます。ロータリー歴は2010年に高萩ロータリークラブ幹事をされまして、2013、14年度に会長を務められております。皆さんご存知の通り、ミスタークラブ奉仕と言われる素晴らしい、皆さんのクラブ55クラブ、他の地区の方に自慢ですけど、当地区は55クラブあります。55クラブ全クラブが RI 賞を受賞しております。そのサポート、きめ細やかなサポートをされてきたのが大高さん、皆さん会長幹事の皆さんはよくお分かりだと思います。この大高さんが今度ガバナーになるわけでございます。私も全力で応援させていただきたいと思っております。以上、紹介でございます。ありがとうございました。続きまして、ガバナーのみにデジグネートよりご挨拶をいただきます。大高志郎ガバナーのみにデジグネートお願いいたします。新井ガバナーご紹介ありがとうございます。私は高萩ロータリークラブの大高志郎でございます。私の年度は大野さん、それからその後の大久保さんの次に以降になります。まだまだ私自身はですね、ガバナーとしての資質はございませんが、2年間かけまして一生懸命学び、ガバナーとして備えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ここで本大会を顧みて RA 会場代理よりご好評を賜りたいと存じます。キラン・ラルシェレスタ RA 会長代理お願いいたします。ナマステ。 You are looking for my impression. Yes. カズエレさん、 What do you think? どうでしょうか。How you think, friends?So my impression to the RI International is 100% yes, yes, yes. Congratulations, District 2820. RI 課長さんにおめでとうございます。地区2820の RI さんにおめでとうございます。DJ カズオ RI さん、First Lady 宮子さん。RI さんと奥様。DJ E
DGN, DGND, Council of Governor, Member of Diet, RI Directors, and Vice Mayor, all the delegates from Rotary International, past District Governor, and current governors, my district officials, and all the friends. ご来場の皆様。Once again, greetings from Nepal. ネパールから。And Rotary International. ネパールからご挨拶を申し上げます。मैले धेरै सकारात्मक कुराहरू लिएर जाँदैछु。今回たくさんの良いことを持って帰ります。Team DGRI San 2820ले गरेका कार्य उल्लेखनीय छ र मनोनियोग्य छ। DG チークガバガバ荒井ガバナーが行っていた活動はとても重視していますし、それを学ぶべきことをたくさん、そこに学ぶべきことをたくさんあります。ネパールに協力した、ネパールロータリーはどうやって忘れられるのか。ネパールに協力してくれたことを絶対にネパール人が忘れることはないです。協力のため、サンプーナディスティック28、20の仲間に。もうこのことで2820地区の皆様に本当に感謝を申し上げます。ビガッサーディンデキタバヤリマライラムロホスピタリティラアティティプラダンガルドベコマアーディックアーディックダンネバーダラアワーディネチャンチュー。6日間、今まで6日間大変私のことを考えてお世話してくださったことに感謝を申し上げます。あお、あみさべみり、びっそらい、よたらむろ、らあさる、ロチェンディウ、えい、みろそぶかんなさ。今後も世界のために私たちみんなが力を合わせて奉仕し、良い環境を作ることを願っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ここでガバナーよりお礼の言葉と記念品の贈呈を行います。 RIPR Kiran さん、would you please come up to the stage? Thank you very much for your participation to my district conference. Even though still many cases of the COVID-19 in Japan, I appreciate very much your cooperation this time. And we do more and grow more to serve to change lives in your country too.I'm looking forward to visit your country again, and we continue the disaster resilience education as Mr. Fuji-san presented to you this time previously. Okay, thank you so much for your kind cooperation. Thank you very much. 次に RI 会長代理ご夫妻に対し記念品の贈呈を行います。Kiran-san, this is a special gift for you from the District 2820 Japan. Thank you. Hey, you're welcome. Thank you. Please hold. そして花束も受け取っていただきます。ガバナー礼夫人より。会長代理奥様に受け取っていただきました。はい、それでは記念撮影を。行っていただきます。どうぞマスクをお外しくださいませ。 OK、はい、This is a small token of love from my district to district 280. Thank you so much. Thank you. キラン・ラルーシェレスト RI 会長代理からも記念品が今、はい、東地区に送られています。ありがとうございます。 This is a hand painting. Oh. 素晴らしい。こちらは 絵画でしょうか。ありがとうございます。 Is this beautiful? Yes, so beautiful. Yes. This is love from Nepal, from Maya and Gita-san. I'm sure this is a Macha Puchare? Yes. No? Yes? Okay. And Macha Puchare is waiting to welcome you all. All of you are welcome. Be my guest. Whoever come to Nepal, Pokhara.All of you ということで、皆様にということです。ありがとうございます。奥様から奥様へということで
記念品もたくさんお持ちいただきました。ありがとうございます。では会場の皆様、改めてラジオの皆様に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。では皆様、新井がばなに改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございました。大会を再開させていただきます。記念講演でございます。講師のご紹介を新井がばなお願いいたします。はい、皆さんお待ちかねの記念講演の講師のご紹介を申し上げます。今日の記念講演の講師は勝間康史先生です。早稲田大学国際学術院の教授をされております。そして国立国際医療研究センターグローバルヘルス政策研究センターの研究課長をされております。今日はロータリーと日米パートナーシップというテーマで、司馬総名太郎からポリオ根絶までというサブタイトルがついておりますが、先生本人の詳しいプロフィールは皆さんお手元のプログラムの13ページに載っておりますので、こちらをご参照いただきたいと思います。ではご紹介以上でございます。新井がばな、ご紹介ありがとうございました。これより記念講演を行ってまいります。では皆様、大きな拍手でお迎えください。勝間康史様でございます。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお呼びいただきましてどうもありがとうございます。皆さん久しぶりの、 大きな集会ということで、楽しく過ごされているのではないかなと思っております。私、ロータリーの集まりに呼んでいただいて何度か皆さんと時を過ごしておりますが、一番最初にロータリーの、会合に招かれたのは1981年、今から41年前になりますね。アメリカのペンシルベニア州というところで、私高校生をしておりまして留学していたんですが、その時になんか日本人がいるらしいということを聞きつけられてですね、ロータリーの皆さんが呼んでくださって、でそこでお話をしたことがあります。まあ、これはまあ私たちがこれから考えていかなくてはいけないことかなというふうに思っております。まあ、そのまあ国連改革の最大の契機がまあ今来ているというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございました。ここでガバナーよりお礼の言葉を述べて。今日は本当にためになるご講演をいただきまして本当にありがとうございました。皆さん国際奉仕でね、悩み事があったときは先生とのコネクションありますんでお尋ねいただければ専門性のある回答を受けることができますので、これからもガバナ事務所、大野エレクト事務所にも引き継ぎますんで、なんと遠慮なくお問い合わせいただければというふうに思っております。先生今日は本当にありがとうございました。最後に一言、本当にこの2820地区に呼んでいただきましてどうもありがとうございます。新しい時代を切り開いていくためにはですね、ますます多様性が重要になってくると思いますし、その風通しのいい、このロータリーの空気というものをますます大切にしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。続きまして、次期地区大会開催地代表挨拶でございます。筑波学園ロータリークラブ増山栄次期地区大会実行委員長、お願いいたします。皆さんこんにちは。次年度大野がばな年度地区大会の実行委員長を務めます筑波学園ロータリークラブの増山栄と申します。よろしくお願いいたします。筑波学園ロータリークラブらしいと言われる、とても楽しい地区大会にしたいと思っております。ぜひ大勢の会員の皆さんにご出席をいただきたいということで、今日この席をいただきました。
筑波学園一同皆さんのご来場をお待ちしておりますので、どうぞ大勢でご臨席いただきたいと思います。この貴重な時間をいただきまして PR をさせていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは天使でございます。皆さんご起立ください。皆さん3年ぶりのフルスペックの地区大会いかがでしたでしょうか。2日間お疲れ様でございました。次年度は財団総括委員長として皆さんのクラブを支援させていただきます。では閉会でございます。点灯します。以上で地区大会本会議のすべてのプログラムを終了いたしました。皆様のご協力によりスムーズに進行できましたことを改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。それでは皆様、今年10月ノバホールで再びお会いいたしましょう。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。